r f 二十八から七十ミリメートル f 2 l u s m キャノン RF マウントはキャノン EOS のフルサイズミラーレス一眼カメラ向けのイメージングシステムである EOSR システムの核となるレンズマウントである RF マウントと呼ばれることもあるキャノンではキャノン EOSM でミラーレス市場に参入し以降 EOSM シリーズを展開していたが同シリーズでは APS C サイズのイメージセンサーを採用しており、レンズマウントとしては EF-M レンズマウントを開発して採用していた。同シリーズは小型軽量で APS-C センサー向けというコンセプトの特性上、35mm フルサイズの機種を開発したとしてもそのレンズマウントに EF-M マウントを採用することは技術的に無理があった。当初 EF M マウントでフルサイズカメラを実現することも検討したが、目標とする性能が出ないなど、満足のいく結果が得られなかった。こうしたことを受け、キャノンはフルサイズミラーレスカメラを開発する上で、新マウントを採用することとした。2018年9月5日、キャノンは EOSR システムを発表し、カメラボディ、RF レンズ、EF マウントとのマウントアダプターを発表した。 2019年2月14日、キャノンは6機種の RF レンズの開発発表を行った。同年度中の発売を目指している。この発表により、いわゆる、ユダイ三元レンズがすべて登場することが明らかにされた。また同日には新たに、RF マウントを採用し、エントリーモデルとなる、キャノン EOS RP が発表され、3月14日に発売した APS。 C サイズ向けの展開に関しては、すでに EF、M マウントが展開されているが、発表時にできないことはないが、将来については語れないとしている。EF レンズで設けられていた様々な制約から解放され、従来考えられなかったスペックのレンズの開発が予期される。マウントデザインには、マウントコアデザインという考え方が採用されている。 マウントのフランジバックは従来 EF レンズの 44mm から 20mm と短くなり、内径は EF マウントと同じ 54mm となった。EF マウントでは8点だった電子接点の数を12点にするなど、レンズとカメラボディで様々な信号をやり取りする通信システムを新しくしており、フォーカスや絞りデータや手ぶれ量やレンズ修作といった撮影に必要なデータや、 レンズ上のコントロールリングやレンズ情報表示用のデータ、デジタルレンズオプティマイザー用の信号をやり取りできるようにしており、周辺光量補正、Y 極周差補正、色周差補正、解説補正などを含め EF マウントより高速、大容量な通信ができるようになっている。EF レンズにマウントアダプターを介して EOS R シリーズで使用するよりもレンズ長が短くなる。 カメラ内泥の搭載や周辺の改良による画質の向上、イベフの高速表示、動画撮影時のリアルタイムの電子的に動画の Y 曲周差補正ができることなどのメリットがあるという。RF レンズにおいては EF マウントのレンズと同じように USM や STM や i s が用いられ、上位機種 L レンズも展開されている。ありがとうございます。